それでは、本日の対談の相手を紹介します。高橋マチャピロさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、介護業界の革命家ということで、はい、普段のお仕事は端的に言うとどういうお仕事ですか？介護の事業所を経営しています。もう何年ぐらいやってるんでしたっけ？うちは6年目になります。6年目か。最近あれでしょ、はい、もう規模が2倍になったところだっていうふうに聞いてますけど。そうなんです。ちょうど8月に2棟目をオープンしまして、今2倍になるチャレンジをしているところでございます。いや、すごいですね。ちょっと生々しい話しちゃってもいいですか？はい、あ、全然全然。この1棟を建てるのにかかるコストってどんぐらいかかるんですか？はい、あ、なるほど。うちのあれです。やっている住宅型の有料老人ホームとデイサービスがくっついたモデルだと、うん、およそ、最初の1棟目の時は2億ぐらい。今だと物価が上がってるので2億5000って聞いてます。2億5000？はい。ちなみにうちの場合は、建ててくださるオーナーさんがいらっしゃって、運営会社として中に入らせていただいてるので。ああ、そういうことか。はい。家賃を支払い。とはいえさ、はい、その建ててくださるオーナーさんが2億5000万資金調達したりして、そうです。使うわけじゃないですか。はい。それの回収って言ったら、大きい回収しないと、その人にも、ね、その人たち2億5000万回収できると思って使ってるわけでしょ。はい、そうです。もちろんもちろん、利回りが。2億5000万以上の利益を上納しなきゃいけない責任が運営側にあるわけじゃないですか。はい、そうです。上納するのが大好きな人間です。最高っすね。上納大好きって面白いな。すごいっすね。でもそもそも、介護のお仕事をやろうと思ったのは、いつぐらいからなんですか？はい、もともと23の時に、軽い気持ちで、じいちゃんばあちゃんと遊んで金になるんだよな、みたいな感じで入ったのがそもそものきっかけでした。じゃあ、じいちゃんばあちゃんが好きだわ、もともとあって、それが仕事になるんだ、へえ、父が23歳ってこと？そうです、そうです。で、自分たち、最初はじゃあ、勤めてたってことであってます？そうです。勤め人で、無資格未経験で、何も経験がないまま、介護の業界に飛び込んだっていうのがスタートです。そこから自分で事業所を立ち上げるというか、まあ、運営しようと思ってる期間というか、思ってからどれぐらいで立ち上げた感じなんですか？あ、実際には、ゆくゆくはやりたいよね、みたいな漠然とした夢は、介護に入ってから、この介護の仕事の魅力に気づいて、自分でやれたらもっといろいろ思い通りにできるんだろうなっていうのは持っていながらも、ただ、現実的にそれを意識したのは、入ってから3年とか4年とか。なるほど、なるほど、なるほど。いや、僕はこの話大好きなんで聞きたいんですけど、会社名が株式会社コーキっていう名前じゃないですか。はい。はい、ちょっとこの会社名、株式会社コーキの由来をちょっともう一回喋ってもらっていいですか？ありがとうございます。うん、実は自分がその介護に夢中になって、こう介護をすごいこうのめり込んでたんですね。もともとは無資格未経験で介護の業界に入って、介護にハマっていた自分の姿を見て、弟が、介護をやりたいって言ったんですね。うん、で、この弟といつも、こう介護に入ってきて、介護のこう現場ってめちゃくちゃ楽しいよね、とか、おじいちゃんばあちゃんっていつも笑顔たまんないよね。要はその志村けんの、瞳ばあちゃんじゃないけど、まるでコントのような世界でめちゃくちゃ楽しいよね。こんな状況の世界だったりとか、事業所を自分たちで作れたら超最高じゃないっていう夢をいつも弟と語り合ってる。要は兄弟で同じ職業をやっていて、夜な夜な、はい、最高だよね、うん、この仕事って言ってたってことだよね。そうなんです。毎日語り合って、で、俺も絶対に介護福祉士の資格取るって、あ、じゃあ絶対取ろうぜ、やろうぜって言っていたんですけど、実はその夢が叶わなかったんですね。うん、弟がある時、調子悪いっていうので、病院受診したら、白血病だったんですね。で、当時まだ弟は若かったので、どんな治療でもやるよ、って、で、絶対にこれ、病気を治して、兄ちゃんと夢を叶えるんだっ
って言って、最後の最後の時まで介護福祉士のテキストを持って、一緒に夢を叶えようって言ってたんですけど、結局これは叶わなくて、弟が旅立ってしまったんですね。で、弟がこう旅立って、今までこう、おじいちゃんおばあちゃんのお見取り、要は旅立つっていうところに直面させてもらって、仕事として、こう家族が死をなかなか受け入れられないとか、否定的になっちゃうとか、そういったことは学んでいて、こう頭ではその死をなかなか受け入れられないとか、あと自分自身の、こう、じいちゃんばあちゃんとかの旅立ちっていうところは、立ち会ってたので、なんとなくこう死というものがどういうものか分かっていたんですけど、自分より若くして、自分がめちゃくちゃ大好きだった弟が旅立ったっていうのは、自分の中で全然受け入れられなくて、めちゃくちゃもう寂しいというか悲しいというか、もう会いたくて会いたくて会いたくて、もう仕方なくて、それでいつもこう、枕を濡らして、涙で濡らしていた夜を過ごしてたんですね。で、そんな時に、たまたま仲間から、こう電話がかかってきて、実は介護の事業所を運営したい、運営者さんを探している人がいるんだけど、高橋くんやってみるかいっていう声をかけてもらって、あ、これもしかして俺がもう落ち込んで、いつも夢を語り合った弟と、こう話してたのを、弟がいつまでもくよくよしてんじゃないよっていうメッセージがあったのかなと思って、もう即答で、あ、俺チャレンジさせてほしいっていうことで、会社を立ち上げるっていう経緯になるんですね。で、その時にやっぱり弟と語り合った夢を叶えるために、これは俺一人の夢じゃないんだ。弟といつも夢を追いかけてたし、どんなに苦しいことがあっても辛いことがあっても、弟と一緒だったら夢のために頑張れるし、弟と一緒に夢を叶え続けたいんだっていうふうに思って、会社名に弟の名前、高橋。後期っていう名前だったんですけど、後期っていう会社名をつけたっていうことです。いや、ありがとうございます。もう、なんかビジネスって、どんなビジネスだって、いいことだけじゃなくて、辛いこととか苦しいこととか悲しいこととか、想定外のことって、どんな職業やってても起きると思うんだけど、やっぱ続けられるかどうかって、実は、諦められない理由を持ってる人が一番ちゃんと続けられてるなと思ってて、確かに、はい。もうだって、後期はさ、はい、今この世にいないわけだから、はい、もう裏切れないもんね。そうなんです。そうなんです。やつは上から見てる可能性高いじゃん。そうなんです。バレちゃうよね。自分がこうサボったりとか諦めちゃったら。そうなんです。だからこそ絶対に続けていかなきゃならないし、弟との約束は自分の心での約束でもあるし、何か実績を上げて株式会社後期って名前が呼ばれるときに、弟と一緒にこのステージに立ってるんだっていつも実感できるんですよね。それがやっぱり活動の源泉にもなってるし、なんか、それがやっぱりこう自分の中での楽しさとかパワーになってるなってめちゃくちゃ感じてます。いや、最高っすね。いや、俺、こんなこと言う立場ではないけど、介護の業界の、まあ、経営者とか運営してる人の、はい、って、結構、二パターンに分かれてるなって感じることがあって、はい。はい。それはもう、ものすごい純粋におじいちゃん、おばあちゃんとか困ってる人を助けるのが大好きなんですって、もう、ホスピタリティが溢れまくってるタイプと、はい。もう、これから高齢者増えるからめっちゃ儲かるからやってやろうぜ、みたいな、こう、なんか結構分かれてるなと思ってて。めちゃくちゃおっしゃる通りさ。ねえ。だけど、まあ、もちろんね、ビジネスなんだから、その逆に言うとおじいちゃんおばあちゃんのためだけを考えてキャッシュを回せないと、逆に今までのおじいちゃんおばあちゃんを困らせることになるんで。はい、こうなっちゃいます。ねえ、それこそ一棟建てるのに2億5000万っていうビジネスであるっていうことはね、今日も聞いて分かったので、めちゃくちゃお金って大事なんだけど、なんか、根本の土台は思いで、それを続けるためにお金めっちゃ大事っていう、この両方がしっかりと持ってる人にやってほしい業界だよね。ああ、めちゃくちゃ嬉しいです。うん。本当に。なんかそれをやっぱり自分の夢を叶えるためにお金って大事だなって思うし、自分がやっぱり独立して学ぶってなった時に、いろんなセミナー、をこう受けてみて分かんなかったんですよね。専門用語だとか自分の専門外の介護以外の学びが。でもやっぱりその両方が学べるのがまさにカモさんとの出会いだったりとか、カモさんが学んでいることとか実践されていることとか、そしてその周りに集まっている仲間がやっぱりそういう人たちとか業界変えたいとかっていう人たちがすごいいたんで、
あ、やっぱり自分の居場所もそうだし、後期と一緒にここに入れるんだって思ったら、やっぱりこの仲間、カモさんを取り巻くみんなと成長したいなっていうのは、やっぱり変わらずに自分の中であるっていう感じですね。いや、ねえ、マチャピルは僕の講演会も群馬で何回も主催してくれてるし、はいはい、他の講演会のボラスタとかも毎回、もう九州だろうが、大阪だろうが来てくれてるし、はい、あとはうちのね、カモビズのコミュニティメンバーのイベントとかもなんか協力したり、クラファン協力したり、いつもしてくれてるじゃない。はい。だからなんか、マチャピル自身がもうおじいちゃん、おばあちゃんをサポートすることだけじゃなくって、もう誰かの応援すること自体がライフスタイルになってないですか？ああ、確かに言われてみると、やっぱり誰かが喜んでくれるっていうことがめちゃくちゃ嬉しいし、きっとこの夢のために何か辛い思いとか困難だとかもあったり、その人のエピソードがきっとあるんだろうなって思うと、自分にできる範囲の応援とか支援とか、そこに携われるとめちゃくちゃいいなって思ってこう、まあ、自分勝手ですけど、自分で好きで応援させてもらってるっていう感じです。最高っすね。まあね、ボイシーリスナーの皆さんの中にも、きっと、まあもちろんね、僕の YouTube だったりとか、ボイシー聞いてくださってる方が来てくれてると思うし、あと僕のイベントとかに参加、もうすでにしてる人もいるだろうし、これから参加する人もいると思うんだけど、高橋マチャピロっていう存在はですね、とにかく僕のところで学びまくって、なんなら、会社の従業員さんも全部鴨頭の考え方をインストールするぐらい、かなり行っちゃってる人なので、ぜひね、講座とかイベントであったら、マチャピラもずっとニコニコしてるおじさんなんですぐわかると思いますから、なんか声かけてほしいなっていうふうに思っております。ぜひぜひ、はい。今日も話してるのを聞いてもらってわかったと思うんですけど、超絶綺麗事しか考えてなくて、それを本気で実現しようとしてる人なので。嬉しいです。はい。もう裏があるんちゃうかぐらい綺麗なこと言ってますけど、本当にそのまま生きてる人なので、信用してもらっても大丈夫ですから、ぜひ皆さんお仲間になってください。嬉しいです。ぜひぜひ、みんなと一緒に成長していきたいです。はい、あと、YouTube やってるので、これ YouTube のリンクを貼るのがいいかな、一番。あ、そうですね。ね、YouTube やったり、いろいろやってます。なんで情報発信も結構やってる人なので、ぜひね、はい、そちらの方も見てほしいと思いますので、今後とも皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあまた。はい、ありがとうございます。